1945年昭和20年6月29日、皆さんは岡山大空襲を知っているだろうか。午前2時43分から午前4時7分にかけてアメリカ軍により行われた岡山県の岡山市に対する空襲である。そして1732人の死者を出した。またアメリカ軍の B-29 爆撃機が岡山南区の貝殻山付近に墜落したのはご存知だろうか。その場所には今なお慰霊碑が存在するという噂を聞いた。今回その慰霊碑が実際に存在するのか、この目で確かめようと思い調査することにした。はい、というわけでやってまいりました。今回は岡山の貝殻山ですかね、 B-29 の墜落現場があるということでちょっとやってきたんですけどね、下から行く方法もあったんですけど、そこはなんか土砂崩れみたいになって行けれないみたいな情報がね、岡山市のなんかそういうウェブサイトというかホームページに載ってあったんで、上から来たんですよね。今ちょうど降りて例のね現場の付近に向かってるんですけどね、結構やっぱあれですね、降りるのも大変ですね。はい、結構ねこれもまた上りがね大変かなと思うんですけど、ちょっと道が二手に分かれたんですけどね、こういう感じで二手に分かれたんですけど、どうしようかな。とりあえずまっすぐ行きます。まあこうしとる間にも真上には飛行機が多く行き交ってますね。この近くに港南飛行場っていうね飛行場があるんで、で今回の B-29 も岡山のね空襲で、なんかエンジントラブルが元でこの辺に墜落して、搭乗員の方が全員亡くなられたということで、そういう慰霊碑があるというね話というか、まあ噂を聞いたんでちょっとね確かめてみたいなと思うんですけど。ありますね、砂防ダムですね。あ池に到着しましたね。普通に車で来れそうな感じですね。防空壕ですかね。もうちょっとこにやってよし。何かありますね。ここはちょっと放流にしていきましょうかね。池の付近にあると聞いたんですけどね。あそこ何かありますね。地図のようなもの。あれはありますね。まさにこれですね。この池の横を進めば米兵の十字架があるということか。行ってみるか。先ほどの地図を見ると左に行けばいいと。こんな近くにありましたね。下から来たらこんな感じになるみたいですね。はい、というわけで今回このような感じで、やってまいりましたが、結果ね米兵のお墓があるということで、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。登って帰ります。皆さんありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。